さん。ナオミ、ハルカから救援要請が届いたが何があった？はい、ポイントアルファ上部から怪異が降下。到着予定の他の部隊の姿も見えず、ゲンマ隊長代理からも瀬戸小隊に救援要請を出すように言われてきました。1分後に怪異が3体12時の方角から吸収してきます。敵の最初の攻撃は高速移動から背後に回っての投げ払いです。え、今のはどういう？私の超能力は短期未来予知です。マジだ。隊長、怪異がポイントアルファに向かって集まっています。瀬戸隊の現在地にも3匹接近中。すげえ。ナオミ、俺とサスをつなげ。みんな、怪異の大掃除だ。敵を殲滅しながらポイントアルファに向かうぞ。了解。ナオミの超能力、未来が見えるんだね。それって自分の意思で見られるの？はい。でもほんの少し先のことしか見えないんですけど。すごい超能力だね。ユイトさんにそう言ってもらえて嬉しいです。カサネちゃん、無事でいて。大丈夫だってナオミちゃん。カサネは訓練生首席だよ。ってそんなの知ってるよね。お姉ちゃんなんだから。バカだな俺。いたぞ、強化隊だ。隊長、ここは断絶の帯の通信障害がひどい。このままじゃこちらとの通信が途切れ。渡る、なんとか通信を維持しろ。他の部隊はいないのか？ポイントアルファの生存。隊長、天井にヒビが。くそ、括弧回避だ。強化招待散開しろ。上から来るぞ。セット隊長、つかめ、崩れるぞ。えい、あ、ナギ危ない、避けろ。カサネちゃん危ない。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわぁ！ナギ、どうした？怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが。お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。分かったよ、つぐみ。了解。重ね、大丈夫か？花火は瀬戸隊長と一緒だと思うけど、カゲロウもどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それより今はゼロ
まずは任されたこいつらを片付けよう。この調子で行こう。行けるぞ。ナギ。悪い。お姉ちゃんは大丈夫。今そっちに。動ける奴は力を貸せ。俺も戦います。能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。待って、ナオミをどこへ送ったの。おい、カサネ、待て。くそ、瓦礫が。
んだこれ。アンプルか。セイランの師匠が入っているが。なんだよ今のは。ナオミちゃんが、ナオミちゃんが。ナギ落ち着け。落ち着けってお前落ち着いてられるのかよ。あれは何なんだよ。俺だってわけわかんねえよ。わけわかんねえけどどうにかしないと。悪い、パニック起こしてる場合じゃないよな。でもどうする。これからこの中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながらこんな状況を招くとは。ならこうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒について行ってやってくれ。通信障害が起きてて本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイタ気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたならカサネはまだゲンマの部下だよな。だから一緒に来てくれ、強化隊の責任者として。そうだな、了解した。